ようこそビジョンプログラムへ。 Hey, thank you so much for checking out the Vision Program. ようこそ。いや、本当に来てくれてありがとうございます。 My name is Chris、 クリスチャンゲンモンセン、まあ、ショートでクリスって言います。よろしくお願いします。あのね、このビジョンプログラムはやりがいを感じられる仕事、ね、本当に自分と合う仕事をやりたいっていう方のために作られたプログラムです。 Just a little bit about myselfI love my job. 僕は自分の仕事が大好きなんです。もう本当に毎日ワクワクして、ちゅうかもう愛してるんだよね。 I love it. でも実はこの仕事をやる前に僕は結構苦しい環境で働いていました。まあまさに、サラリーマンだったんですね。で、まあ、2回転職を含めて2回サラリーマンの仕事をやったことがあります。よく覚えてるのは、その週末によく上司から電話がかかってきたのね。でも週末に電話が鳴るだけ、友達かもしれないんだけど電話が鳴るだけでもう心臓がゾクッとしてすっげえ怖くなったっていうのもよく覚えてて、あと日曜日の夜からなんか鬱っていうかすごい落ち込んで、いやまた明日働かないといけないのかってなるとすっごい落ち込んでたのをよく覚えています。まあ、僕は本当にこの世の中の、まあ、世間の流れっていうか、小学校の時から勉強をしなさいしなさいって言われて、塾とか行って好きじゃないけど勉強やって我慢して、でいい小学校中学校高校入って、で受験のためにめちゃくちゃ頑張って、で大学に入る。でなんで大学に入るのって言ったら、いやそれはいい仕事に出会うから、いい会社が雇ってくれるからっていう考えで、会社に帰ってまたそこで頑張ってサラリーマンになって、夜11時とかめちゃくちゃ頑張って、それを20年ね、25年とか30年やって、で65歳になったら引退、それでやっと好きなことができるのって、でその考え方が僕おかしいなって思って、で僕はいやまあ人生1回だから本当にやりたいことをやってみたい、失敗してもいいから、この失敗を恐れてやらなかったっていう人生は絶対後悔するからやってみるって決断して、自分が大好きでワクワクすることを仕事にしました。で自分が大好きでワクワクすることを仕事にしたらめちゃくちゃ人生が変わりました。まあどういうことかというと、ちょっと面白い話ね。 OK so 日本語で大好きでワクワクすることを仕事にしようって書いて、これを英語に通訳すると Do what you love for work。 だからこの大好きでワクワクするっていうのが英語にすると Love に変わるんですよね。でこれをまた日本語に戻すと愛せることを仕事にしよう、愛することを仕事にしようって感じになって、ただ好きでワクワクするんじゃなくて愛が入ってくるんですよ。でこの愛すること、 If you do what you love for work、 2つの大きいメリットがあるんです。 OK、 で1つは、毎日ワクワクすることをやってるとその1つのことが上手くなるんですよね。でちょっと職人さんみたいな考え方で、いつも大好きでワクワクすることをやってるとそのことがうまくなるでしょ。でうまくなる、その結果がうまくなるとお金の価値も上がっていくわけですよ。でお金の価値が上がると自分の収入も上がってくるのね。だからその一つのこと、 If you do what you love、 本当に好きなことを続けていくと、続けるほど10年20年30年とかやっていくと結構収入も上がっていくっていうことが一つあるんですね。すみません、カット。今のね、説明がちょっとあまりうまく伝えられなかったので、ちょっともう一回やってみます。 Alright、 ワクワクして自分が大好きなこと、例えば僕がライターになったってしましょう。 Alright、 I love writing。 で最初は下手かもしれないけど、1年間2年間3年間やってると結構上手くなってくるんですよ。で5年間10年間やってるともっとレベルがついてくるよね。でそうするとレベルがついてくると、出来上がってる作品も最初の時よりは良くなっていく。で作品が良くなってると、この作品をマーケットに出した時のお金の価値も最初よりは上がっている。でその時に、まあ、お金の価値が上がるから自分への収入も上がっていくんですよね。だから自分が大好きでワクワクする Doing something you love、right? それを続けていくと自分が上手くなっていって、そうするとその結果、商品提供するサービスがもっと良くなってくると、もっとお金の価値がついてくる。でそうすると自分の収入も
上がってくる。だからやればやるほど上手くなっていくっていうすごい大きいメリットがあるんです。でもう一つのメリット、これがすっごいいいところなんだけど、愛せることを仕事にしている人たち、まあ、これを Love Your Work 系の人たち、こういう人たちって結構意外と多いんだけど、理想な環境で働いているんですよ。でどういうことかっていうと、こういう人たちは結果にフォーカスしているのね。だから自分のなんていうのかな、そのやらないといけないことがいっぱいあって全部をよくやらないといけないっていう考え方じゃなくて、作ったものの結果がいい、そこにフォーカスしてるんですよね。だから普通のサラリーマンだったら、ね、僕がサラリーマンやってた時は、ね、Excel の会計をやって営業資料を作ってお客様の対応をやって上司との話し方もあって、ね、名刺の交換とかも完璧でやらないといけないみたいな感じで、もういっぱいやることがあって、それを全部よくやろうとしてたんだけど、こういう Love Your Work の人たちは結果にフォーカスしてるのね。で結果にフォーカスしてると、逆に不安があって怖い環境で仕事をしていると、なんか結果が悪くなっちゃうのね。そういうことに気づいてるのよ、はい、じゃあどういうことかというと、僕の友達先輩にライターさんがいて、彼は年収1800万円手に入れてるんですよ。で彼のスタイルが面白いのね。早起きなんで朝5時ぐらいに起きて、ちょっと朝のんびりして7時には職場に着いてるんですよ。で彼の事務所は歩いて15分の場所 でそこで7時から本当に午後1時ぐらいまで、もうすっごい理想な環境で静かで落ち着いてて安心で、変な電話とか怖い上司とかいない状態でいいものを書き上げると。で1時とか2時になるともう終わりなんですよ。だから午後はのんびりして友達と会ったりね、でそういう生き方をしていて年収1800万円手に入れてるっていう、そういうなんていうのかな、 Love Your Work のスタイリストもかなりいるんだよね。だから逆にサラリーマンみたいな環境で怖い上司がいて、いろんなこといっぱいやらないといけないっていう環境になると、自分で本当に大好きでワクワクすることがうまくできないっていうのもあるんです。なのでこの2つのメリット、収入が上がっていく、そして自分の好きな環境で働ける、まあ、僕もね実際に早起きなんで朝5時とか6時から仕事をやって、もう本当に午後1時になると仕事が終わってて、ちょうどね昼寝したりとか散歩したりとかスポーツジム行ったりとかして、でちょっと5時になったらメール書いたり電話したりとか、そういう感じでもう7時までにはね終わってるっていう感じで、で逆にサラリーマンやってた時の時間は入れてないんだけど、結果がもっといいものになって、で収入もある程度になって、でもう理想な環境で楽しい仲間と一生懸命大好きなことを本気でできるっていう感じなんで、すごい楽しい毎日を過ごしています。 Alright、 じゃあね、ちょっとこの大好きなことをワクワク、大好きで、ごめんなさい、大好きで OK、 じゃあちょっと大好きでワクワクすることを実際に仕事にしようっていう時に、実はこれやり方があるんですよ。でなんかこのやり方をやってない人たちも僕の周りにいるんだけど、なんかうまくいかなくなっちゃって失敗してサラリーマンに戻っちゃうとか、そういう人が結構います。で僕も実際になんか本とかでね、世界中で結構調べたんだけど、ステップバイステップで教えてる人たちがあんまりいないんですよ。で僕はもう本当にみんなが幸せな環境で仕事をして、本当にサラリーマン脱出じゃないけど、やっぱちょっとサラリーマンのやり方はちょっとおかしいと思うのね。でやりたくないんだったら絶対別のやり方があるから、そういう形のガイドになりたいっていう感じなんで、僕はこのステップバイステップのガイドを作りました。でこれが、今やっている Vision Program っていうプログラムです。でまずね、どういうことかっていうと、自分のその大好きでワクワクすることを見つけます。でそれを実際にどうやってそれが仕事になるのか、ね、仕事になれるのか、そもそも、ね、でそういうもうちょっと固くなってきたら、今度自分の理想のワークスタイルとかも決めて、ゆっくりそれが実現するような感じの道を紹介できると思います。で例えば自分で大好き、ね、
例えばワクワクして大好きなものが見つかると、多分普通の人だったら3つか5つぐらいいろんなものが出てくるんですよね。でどうやったらその中の1つに集中できるのか、そういうところもカバーしますので、ぜひ楽しみにして、これからもうちょっと詳しく話していきたいと思います。 Alright, so I'll see you in the next video.